一人ぼっち恐れずに生きようと夢見てた。寂しいさ押し込めて強い。先日この番組を卒業することをお伝えしましたが、今日社内の手続きが整いまして退社を正式にお伝えできるようになりました。一社員の身の振り方などテレビでお伝えしなくてもいいと断っていたんですが、番組の後輩プロデューサーから藤井さんのエブリィを楽しみにしている方もいますのできちんと報告してくださいと言われて今に至ります。フリーなんて調子に乗るな、羽鳥さんみたいにうまくいくわけないと思われていますが、安心してください、私もそう思っています。個人的には前途多難ですが、冷えた言葉も少し温めて皆さんにお届けする一手間だけは忘れずに続けようと思います。退職の決断などは日テレニュース NNN のサイトでお話ししていますので、お時間のある方はご覧ください。私の担当回数も50回を切っています。残り少ない日々なんですが、一つ一つのニュースを大切にお届けします。あと2ヶ月と少し、そして4月以降のニュースエブリィもどうぞよろしくお願いします。ストレスのかけ具合で声ライト、ホルモンバランス乱れたホモはボーイ、クローンもボンみたく賛成まで、どのマザーも最後咲かせてやれ、マス目沿ってそびえる森ビュー、証拠傷んで腐ったら放ちよ、バツのクローンで頭がアフロー、ボーン瞬く待った咲くぞ、ハッスルモーはハサミのブロー、チチン横枝葉っぱ切るぞ、この沖縄の危機になる気になる、見たことのある気ですな、ゴミもボイかバブハしてパフラー、額がなきゃ無理さアーバファーマーな、人工太陽の下ヒサロみてえに胸焦がしな、あいつサイバイマン超入りか、おっと服に枝がついてる、あれはサイバイマン超リリカル、サティバのサティアン始末、宝のありかサイバイマン。